俺46で結婚も離婚も何も経験してないんだよ。結婚した、結婚式があると。お前も出産離婚。今年の目標は前婚約だよな。婚約は来るよ。こういう若いけど、こっちはこれ顔もしてみよう。ノーコールだ。キノピーの彼女を募集してます、ね、ここに何を貼るんですか。ここに俺のインスタ、インスタあるんだ。はい、トゥルース、本日フリートーイキノピーバージョン。何中心にするんだよ。俺ダメだから。あ、いやいや、キノピーさんございますよ。だからちょっと仕事の話があって、今キノピーがあるとこ来て、せっかくなんでちょっと動画一本撮ろうぜみたいな話から、何って言うとさ、はい、まあ、さっきもちょっと話しとったんですけど、はい、まあ、結婚したと、はい、ショートカメラマンがね、結婚式があると、はい、3月26日に結婚式、しかも生ライブ配信。投げ選手に来てください。投げ選手おめでとう。祝儀でも俺がもらう場合どうなの。お前が、お前従業員の結婚式になんか俺が入って、俺じゃない会社に入っちゃう。俺なんて何もできねえから。そうなっちゃいますよね。そうなっちゃうんですよね。そうすると来ないかもしれない。ちょっと考えますわよ。お前もう出産えしたでしょ。もう俺は出産でしょ、去年でしょ、去年で、もう1年でしょ、もうすぐ1年ですね。でもそれもえ離婚。急に不幸に、もう一発離婚なんだとね。ミクでしょ。俺はもう事故だ。でお姉ちゃんが離婚した。これもちょっと動画にやってますね。俺のとこもなんかちょっと今度な、あの重大発表あると思う、近いうち、はい、話だろ。お前らちょっと本当勘違いしたな。お前らみんな30代以下だろ。俺46で結婚も離婚も何も経験してないんだ。何この流れ。ちょっともう嬉しいわ。なんか言いたいんかな。これで終わってくれればいい。ガチで募集したい。なんで急になんか戸惑ったの。ガチで募集したい。そりゃさ、今年の目標お前あれだぜな。何、あの婚約だぜな。急すぎる。まず彼女作りとかじゃない。ちゃうんでさ、なんか遊びたいってあいつ可愛いって、ギャルだもんね。ちゃんなんだよ、やめかけてみたいな。あ、そうかそうか。どういうこと言っちゃう。それもトシ君の弟子入った方がいいよ。本当にトシ君は本当にすごいから。 TikTok で結婚しましたとか言って、 TikTok で結婚したの、すごいね。見てないよ、絶対。絶対見てないよ、今の。動画だけ確認しよう。俺もちょっとインスタとかに来てほしいよね。うん、そうだよね。ノブちゃんのことが好きとか言って。ノブちゃんって呼ばれたいの、まず。ノブちゃんが好きって。キモ。金髪のなんか18歳からこう。ギリギリ、違法ギリギリのラインで。こんなやつね。ノブちゃん大好き。キモ。キモ。なあ。はい。いや、でもレイ君は年近いからね、18歳。お前なり最近また女おったんじゃん。連絡は来るぐらいです。あった？会ってないです。あ、会ったことない。いや、なんで、まだ、そうです。なんか、すごっ。それでも、なんで顔はわからない。なんか顔はわかるんですよ。なんで、セリニアって。いや、なんかもう写真、プロフィールの写真みたいな。自分の顔を。いいわさ、こういう若いイケメンをプロフィールでこうやって撮る。こっちイケメンになるね。やばいですね。こっちは、まあ、これ顔乗せてみろ、お前。ノーコールだ。コールゼロ。コールゼロ。全く意味ない、お前。サブスク全部、お前、去年全部削除しちゃったから。そう。結婚アプリとかでしょ。あ、婚活アプリ。ペアスでしょ。お前、知らない間、お前、サブスクだけで何万円って、お前、引き落としされたのか。これがね、全部お前削除してる。誤解されたくない。俺は慎重だったんだよ、ちょっと、多分。結婚とかに対して。慎重に、こう、絶対違うでしょ、遊びすぎただけでしょ。遊びすぎただけ。だけど、結婚して、で実際にやる幸せなの。まあ、でも、そんな変わんないですね、やっぱ。結婚する前と。あ、もう同棲してたから。はい。で、同棲する前としたまあ、ちょっと違うっす。
言いづらそうに言いづらそうに親はだからしょうがないですね、YouTube やってる以上。いいふうに悪いふうに良くはないですね、やっぱり良くないんだ。でもいいとこ見てる。敵ララに語らない、敵ララに。いいとこも見てる。お前、俺だけ怪我させるんじゃねえか。いいとこも見てるの。そんなんだよ。なミオにもあるよな。まあ、お互いにね。ある、ある。何が？あ、一緒に住んでる。お前の敵ララに語れ。いいことと嫌なことがあるってこと？いいことやなことか、もっと好きになったら、まあ、うん、あるのちょっと。いや、それは別に変わらん。同棲前とか変わらないけど、別に。あ、好きは。好きの大きさは、うん、別に一緒に。やばい、もっと急に上げた、急に上げた、見たわ、そんな風じゃないし急に女だけじゃなくて、違う違う違う、そういう人も別になんか、やめろお前。でもお前は、ゆこちゃんが両側に出てあるんだけど、僕もそんなに変わんない。変わんない、どうせする前とかしてもうなんか変わらんそうだよな。何もやらないですよ。何にも気づかなさそう。もう何の気も使わん。ペコちゃんがむちゃくちゃ腹渡りに振り返っても。ストレスフリー。もう飲みとかは。まあ、カメラ意識した。実に今 2.5 カメラのこと考えたよ。足場班で飲みに行く時とかは、うん、連れてくる。ああ、そうかそうか。一番にあるパターンかな、そうですよ。いや、女性のやつ、マジでみんな持ってるんですよ。横でにやんどる、横でにやんどる。それは自分だろって関係ないだろうって。みんなが受けたら別にいいじゃん。いやいや、まあ、俺はそうだけど、みんなそうだろ。なんでミオ見とんねん、マジで。一番悪い。そうでしょ、そうやって。大体分かる。あ、そういうこと？え？寒いっすかね。この回によるな。まあ、別に折ってもいい時はあるから、まあ、別に折ってもいい。全く逆に楽ですから、洗濯物をして逆に楽ピンクになったよ、ピンクになった急に逆に楽です、やることをやってくれる。逆になっちゃうグーになりすぎてあっちが離婚しようっていう方は全然どうぞ言えるぐらい。お？変わってるわ、あの人。あの人変わってる。それ、あんたとかするタイプ。そうそう。変なことないか。こいつもそうだよ。こいつはあんたみたいな。いやいや。だから俺、怖くてちゃうか。言っちゃうから。ああ、しまって。なあ、あんまあんまり今。だから、なんかやっちゃうタイプ。今日、プロの損しといたよ。やっちゃって、なんか。やったのにって思っちゃうんだ。これやったのになんでこれまた言われなかったのみたいな。ちゃんとやることやったら遊びに行かしてもらってもいいじゃんみたいな。わかるわかるわかるだろ。まあ簡単に言うと、まあ大げさじゃないけど、でだんだん遊びに行かんとそれがもう当たり前がしいて、ちょっと出るって言ったらパッみたいになるんだろ。当然向こう見てしゃべるけど、どんな表情しか知らんけど。結婚してないでわからんけど、教育が大事だもん。一回も結婚したことねえやつ急に先輩になってきた。最初が肝心だぞ。もうダメだよ。僕も基本的にあんま何もしない。お前の嫁なんかあんま怒らんそうだけど、あってんだよ、お姉さん。全然衣装着た時めちゃくちゃいい子だった。なんかいい子そうだよね。ちょっと控えね。そうそうそう、なんかオラオラ系じゃないよね。なんか塗り替えどうするのか、嫁ってみんなオラオラ系でしょ。マシモヤの嫁ってそういうやつじゃないとやれんのだろうけど、だってなんか覚えてるのあの時もこいつなんかゴールデンウィークになんか嫁が実家帰するもんでとか、嫁のなんかプレゼント買うためにプリショーでバイトしたんですよ。あっ、だって夜行バンドだろ。そうやってミックスの万全だからそう思っちゃう。今までさ、はい、まあ結婚も離婚も経験しょ、はいはい、やっぱり大変っすね。どういう意味だったの？結構その僕も自由だったんで、自由軍タイプだったんで。意外、はい、ね、それを見て、はい、結婚したいと思う。あー、でもやっぱ離婚した後瞬間はちょっと自由じゃないですか、うん、自由っていうかフリーになるんですけど、うん、やっぱ時間が経つんで、やっぱその
いた頃のやっぱ良さがすげえ分かる、うん、やっぱその感謝が生まれてきたんですよ、元嫁に、はい、あ元嫁に対して、で今もその、まあ、子供がいるんで、月に2回帰るじゃないですか、うん、やっぱ そこで会ったりするんで、うん、前より感謝が増えます。何でしょ、高価度素敵だわ。リュウジさんとは違うよ絶対。いやいや、ただよ、こっちはお前女紹介しようかな、ほんとだよ、それは入れさせろって言って、今日これ俺はめられてない。まあ、こんなもんか。今日この辺にする。まあ、あの動画はちょっと分かりませんでしたけど、木下さんが募集っていうと、まあ、1個告知がそのね、3月26日結婚式のライブやります、はい、それとあの足場の買い取りも随時やってます、はい、ダブルシャツ、はい、で俺の募集それを1番にしろってダブルシャツってあのカバロス加工とリライブ加工を合体させた究極のシャツだな、はい、でなんか本当に来たんだな、なんか会社でなんか50人か100人ぐらいの会社で全員にやろうという検証を上に話したら、ちょっと話がいい話になってますみたいな、特別価格とか何かありますかって。まあそうだね、だって30着40着50着ぐらいまで、まあ、30着以上にしようかな、まあ声かけてください。でまあ何って決まりはないけど、まあ、話聞きながら、うん、特別価格の提供はなんか俺ら別にシャーマンやっとるから特別価格でさあ、いくらなんとこれも続きますもう一着嘘くさよな。まあなんかちょっと相談には乗りますんで、ぜひ30着以上検討してる人は声をかけてください。はい、あと最後、はい、もうガチでもうしてほしいだからね、やっとけよちゃんと、はい、いやね、どういうことで、そんな偉そうにしたんだよ、もう全部カットしたんだよ、ね、塗り替え道場バックアップのもと、キノピーの彼女を募集してますので、こちらまここに何を貼るんですか、ここに俺のインスタ、インスタあるんだ。いやだけど、一つだけ言っていい、こっちから見とってやっぱイケメンゾロじゃん、うち一人だけ顔めちゃくちゃできるでここまでイケメンゾロがさ、わーって座ってさ、普通に顔だけでいったら、小林くん、気分つかないわけまあぜひ皆さん、あのインスタやってますんで、はい、まあ、あっとくんね、ぜひいたずらで男はね、はい、95% ぐらい男性だからね。いやでも最近女の子多いよ。あ、なんだけど、これだけだったのハニートラップだけはやめてくれハニートラップぜひっていう人はうちに連絡くれて、俺やだわ、ね、キノピーにハニートラップしかないよ。昔あったじゃん、なんかこいつのハニートラップとか。あ、あったあった。いやだよ、俺そのネタだから絶対やだなんでなんで、いいじゃんいいじゃん。いやめっちゃ楽しそうですね。めっちゃ楽しそうよ。めっちゃ楽しそうよ。お前今まで喋らんかったなんで急に喋るんだ。木下さんがどんな風な接し方するんだろう。はい、じゃあ皆さんぜひまたちょっと今日はね、あのフォワーンとした動画になっちゃいましたけど、ぜひまたチャンネル登録、いいねよろしくお願いします。はい、どうぞ。せーの、またねー。